すごい、一発でできるぐらい。小物から攻めて、どこに使うか分かんないんですけど、うん、まあ、そのシンガーか金魚か分かんないんですけど、なんか、なんだろうな、こう父親を想像して作ってて、うん、なんか、なんだろう、なんか家計事とか好きなんですよ。うん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 。そういうのが好きなんで、なんか、本人もなんかワンピースとかアニメとか好きだったし、ちょっとなんか財宝的な感じで、うん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 、そう、ちょっと子供の子供のやつ集めて、うん、塗装して、まあ、途中なんですけど、もっと、まあ、どういう形にしようかなって感じで、これがシンガーが誰ですか？シンガーかキング、なんかキング上に何か着るって考えてなくって、うんうんうん、なんかアクセサリーとかそういうのがいいなと思ってたので、なんか上半身はなんかま隠すじゃないけど、財宝、まあでもさ、財宝っていうキーワード、なんか財宝って英語でただのトレジャーなわ、宝物と財宝ってなんか違うのにね、うん、なんかトレジャーって言われたらさなんか宝物長いけどさ、なんかトレジャーハンター、まあ多分そういう話長いと思うけどさ、日本語の雰囲気的に宝物と財宝ってちょっと違うよね。なんていうか、宝物はちょっとなんか大切にしたいものでさ、財宝はさ、なんか奪いに行くものって感じじゃない？なんか自分のものではなくて、どっかにあって、権利が自分にもあって、奪いに行っていいものって感じで、なんかここ単語で表現するときにトレジャー以外でなんか説明しできたらいいね。なんか This is like his treasure とか言ったらちょっと違うじゃん。なんかそういうんじゃなくて This details express、 ルフィの英語版、俺ワンピース英語で見たことないけどさ、トレジャーをハントしに行きるって話になっちゃうかな。わかんない。ワンピースとは世界で一番のトレジャーなのかな。素敵なのちょっとだよ。ワンピースアニメストーリーって出てくるかな。ワンピース is a story of Monkey D. Luffy, a young man who has a single dream to find a legendary treasure. Legendary treasure らしいね。多分そっちやったらわかるね。Legendary treasure known as the One Piece and become the king of the pirate. Become the king of the pirate. 海賊王ね。俺はなるわけやき。だから This is a legendary treasure. He got. ゴッドって言ってなんかただただ手に入れたみたいな。なんか奪ったみたいな。まあ、賭け事って何か奪うって感じの方がいいんじゃない？なんかちょっと荒々しい表現があった方がいいき、なんか、ローブはいかない、盗んだわけじゃないき。ラベージ、破壊のルーツ。ピル、の盗むじゃないな。俺使ったことないけど、SACK、これサックっていうのかな？あ、Rob steal, snatch away が一番近いの。snatch away。これちょっとさらに聞いてみよう。あ、さらに聞いてみようっていう、さらに授業言ってなかったわ。奪う。でも、snatch away とかなんかちょっとそういう感じのストーリーを作った方がいいかもね。なんかギャンブルで取ったのか、なんかまあそれはどっちかというとさ、架空の話やけど、どのようにしてこの
レジェンダリートレジャーをゲットして、でそれをなんか自分の体にちゃんと大切に身につけているみたいな、なんかそういう説明があるというね。うん、このこれ、うんうん、なんかこれをなんか、まあ、キングなのか何なのか分からないんですけど、まあ、こっちも、まあ、小物系で、まあ、とりあえずベルトにつけてみて、あのキングの称号的な、うんうんうん、王冠のなんかピンズみたいなやつをいろんな形のやつを詰めてつけてみて、まあ、デニムのリメイクはまだできてないんですけど、それにまあなんだろう、こういう派手なベルトをいっぱい重ねるのもありだなって思って。これさ、まだ王冠しつけてない？まだつけてないです。やとしたらこのベルトもうちょっとなんかヴィンテージ加工した方がいいね。本当に、うん、なんかこれレザーとかがせっかくヴィンテージやき、なんかこれだけすごく歴史がない感じが見えてしまうき、なんかこれ多分フェイクなのか本物なのか分からんけど、これもなんかちょっと何やろあるといいよね。はい、うんうん。でこのスライムドレスさんは何したの？あ、これ関係ないです。あ、関係ないか。ついてただけ。ああ。で、まあ、デニムの加工をするのに物を集めてて、おいいな、どういう感じにしようかなと思いつつ、まあ、さっき使ったパーツとかはまだいっぱいあるので、うんうん、まあ、使いつつ、なんか、なんだろう、ちょっとなんか、まあ、ずっとなんかスピリチュアルな感じから来たんで、うん、まあ、一回家に行った時に、なんか昔なんかハマってた民族系の服、うん、着て、なんか、ワッペみたいなのできないかなと思って。うん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 、もっと、まあ、キラキラにしたりスタートつけたりして。これさ、刺繍を切り取っちゃう？それともプリント？プリントです。うんうんうん、刺繍やったらね、普通にワッペンに絶対なりえるけどね、うん、なんかさ、ああいうのはなかった？なんか民族系のさ、民族系のレースとかはなかった？レースレースとかなんかネットみたいな。またちょっと画像を送った方がいい。なんていうか、try。なんていうかな。ちょっとこれではないけど、ごめん、全然、これがいいとかじゃないけど、別に白である必要性もないけど、ちょっと気になって、なんか、エレガントな、ウェディングレースとかじゃなくて、なんかこういうのでさ、か、なんか、なんかその柄の感じすごいいいのよ。それがプリントやで、今よくて一つはね、それでいいのと、なんていうか、ちょっとこれもやりすぎやけど、なんかこういうなんか刺繍とかの技法を使ってそういうのをなんか表現しちゅうものって、なんかここまでエクストラじゃなくて、なんか民族展とかに行くとあるはずなのよ。はいはい。民族作家服や
かのチャイハネとか懐かしい。夏あったね、チャイハネ。あ、暑いわ。でもなんかちょっとチャイハネとかの感じに行くとちょっと違うね。まだなんかこっちの方がもうちょっとなんていうか、なんていうかな、牧草地の方のなんかイメージの方が多分あっちじゃん。チャイハネとかさ、そこら辺のやつってなんか象とかだよ。なんか、わかる？ちょっとそういうインディアンな感じにしたいわけでも、バリっぽくしたいわけでもない。ここに今見ゆうやつはすごいありやと思って。で、これにスタッツをやってつけるっていうのもまあ一つありじゃん。一つありで、それもいいと思うのよ。で、まあ刺繍を上からしてもいいけどね。うん、ここでテキスタイルを作る上で、ね、ここ刺繍っていう新しい、まあ、今からこれから挑戦するっていうので、なんかスピリチュアルにしたいじゃんってなると、その糸のさ、刺繍糸をさ、あのほら、それこそこれスピリチュアルなルック焼きさ、あの草木染めしてみたじゃん、スピリチュアルに。だ、糸を染めてさ、そういう色で、その染めた糸で刺繍するとかやると、すごいこれがスピリチュアルなモチーフになりそうじゃん。そう、なんか今どっちかというと おとぎ話の方がに集中しちゃったけど、そのなんか最初の出だしのさ、注入するみたいなところで、こう刺繍っていうので注入するとかっこよくなりそう。草木柄とかさ、なんかこう、そのさやかちゃんのオウンな、なんかその ワーシップな、なんかレリジョーナルな、なんかこうモチーフをここに重ねながら、例えばそれが最初のリサーチのところに戻った時の、なんか食べることのできる、なんかこう葉っぱのもうちょっとそれをイラスト化したものが上から生えてくるとかでもいいと思うし、うん、なんか自分のそのワーシップの中で大切なマークみたいなのを決めて、ちょっとオリジナルパターンを作ってみるとかね。って感じかな。いいじゃん。で、キングとあのキッズと、うんうん、マシンガーの以外になんか、まあ、三人サブみたいなの後ろの動物、うん、なんかこう釣られてるみたいな、うんうんうん、まあ、これでやんないですけど、まあ、これでなんか装飾はするんですけど、うん、まあ、こういう感じになって、これさ、どこで体、どあのこの紐で縛っちゅうあたりやつ。とりあえず、そうですね、紐で。この棒何？なんか、本当にあったやつです。あれか、ファブリックの芯？そうです、そうです、そうです。ああ、別にそれをさ、なんかデコって見えんようにしたら軽いし、軽くはないけど、まあ、重すぎずいいんじゃない？鉄パイプでやる必要性もないし、これをしっかりと結んで、なんか上で見えになったらいいわけじゃん、要は。これのキャラクターも試してくれ。これです、このこいつよね。あ、でもいいんじゃない。自分的にはどうなの、この見え方は。おもろいなって思います。そうやな、面白いと思うよ。でこれでなんか操られた、なんかこうキャラクター感は出る気。まあ何をこれでしっかり吊るしていくかだよね。これがなんかもうちょっとオーバーサイズのジャケットの方がまあいいのね。肩パッドめっちゃ入れまくって延長してとか、なんかそういう感じで、なんかこう今ちょっとどっちかというと人が服引っ張られたみたいな、うん、感じやき。肩パッドを入れて、これもなんかヴィンテージな感じですごい
王室感が出て、この下にある参考画像は何？イメージですね。なんか本当にこの3人のイメージでなんか作りたいなと思って、うん、こういうなんかジャケットとかそういう系をベースにしたいなと思って、まあ、こういう感じのイメージかなって。うん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 。じゃあこの3人というかこのキャラクターね。この足元のやついいじゃん。なんかこのわけわからん足。これですか。あの、あ、そう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 。それエルモなんか作った人。うんうんうん。うん。あのさ、怪獣の足のスリッパあるじゃん。あれの あれの案でいいと思う。あれになんかもうちょっとやけど、ちょっと面白い要素があったって、あったりとかして、例えばやけどさ、あの怪獣のスリッパがあるの、あそこのテクスチャーをまず汚したりとか、なんかちょっと生々しくして、なんかこう爪の部分あるじゃん、足のひづめみたいな、あそこがさ、なんかこうお父さんとかがわからん、サバイバルナイフと関連するのかわからんけどさ、あそこはもう本物の狂気みたいな感じとかも、なんかこう狂気的なこの世界観にはあっちゅうんじゃない？なんかちょっとなんていうか、それでなんか魚が切れるみたいな、ザンみたいな可愛い癖して、なんか本気出せたらマジなんか切れる、果物とか踏み潰してグシュってできるみたいな感じの危険さはこのオリジナルキャラクターにはあるじゃん。でやっぱり、うん、パンツとかもこんな感じでなんか肉を入れるっていうのはすごいいいと思うけどね。かわいい。このファッションがかわいい。このエルモみたいな、ふにふにシチューのに、上がしっかりなんか普通にジャケットみたいな。だからこのシルクハットっていうのも俺はすごいありやと思うのよ。あのキャラクターすぎず、なんかこうファッションのピースっぽいし、シルクハットって歴史的なピースって感じもする。このシルクハットにめちゃめちゃ装飾を足すとかね、でもいいと思うし、この左とかの髪の毛ウィッグがすごい上に立ち上がっちゅうのとかもありやと思うけど、顔がちっちゃいのはあんま良くないね。うん、顔がリアルなサイズ感で特殊メイクだけっていう感じではないのよ。頭でっかちな感じを、せっかくこの T ボーンを吊るしちゅうなら、この T のとこから別に重たい頭吊るせるじゃん、はい、頭も吊ってしまえばいいき。逆を言うとさ、モデルは着れるじゃん。これモデルが別にマスクをつけるし、かぶってもらう必要もなくて、二人羽織みたいなさ、なんかわかる？あの顔がここにも吊るされられちゃって、実際着る人はなんかこう黒い布かなんかわからん、もう服と一体化して前は見えるシースルーなんだけど、もう顔が見えんみたいな感じでもいいと思うよ。なんか意味わかる？ジャケット作ってボコってね、腕は通せるんだけど、なんていうか、え、俺の体今見えちゃうこれ。はい。あ、見えちゃう。あの、あれ、なんかこう着るじゃん、人がね。着て、まあ、袖は通せっちゅうけど、肩がここで、なんかここぐらいまで上がっちゃって、はいはい、肩があってこうじゃん。で、ここら辺になんかこう首がある感じじゃん。でももう全部ジャケットなのよ、前締めの。で、自分はこの顔で本当見ないかんところだって、このジャケットの表面ちょっとなんかこう黒レースとかにして、なんとなく前が見える状態にしとって、で、T ボーンがこう上にピョンってなっちゅうじゃん。で、この T のここら辺からこうマスクがぶら下がっちゃって、もう頭はブラブラしいみたいにいいと思う。そう。で、実際に着るモデルは、もうジャケットの中に顔。みたいな。今まさにこの釣り上がっちゅう図をもうちょっとだけ高くする。この T ボーンをもうちょっと高くして、顔がジャケットに覆われて、その、柱とジャケットの間に顔がブラ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 揺れて、みたいな。うん、揺れるか、まあ、この T の縦地のところに引っ付けてもいいけどね、ポンって顔をね引っ付けて、手だけこうグラグラ動くでもいいと思う。そしたら今のこのバランス感覚で引っ付きそう。だから顔をでっかく作りたいじゃん。うん、
はい、顔はさ、お面、これでもさ、出来上がったら相当な迫力プラスアルファなんだけど、あのめちゃめちゃあの一大プロジェクトだね。あのなんか演劇のすべてを作るって感じ。作るものが大量にあるね。これそれは大丈夫なのか？大丈夫です。オッケー。したらあのさ、お面もさ、お面作ったことある？ないないですないです。あのさ、お面で待てよ、木工用ボンドと、はい、新聞紙で作れるのよ、土台。作り方、土台がそれで作れて、あ、これがいいかも。風船で作れるこれ。あ、これでいいよ。まあベースは何でもいいから、要はまあテクニックとして、なんかこうベースの土台があって、そこにまあ顔の形がある、で土台がなくあれば別にそれでいいけど、こうやってなんか紙を貼るのよ。糊を塗って紙を貼って、でそのベースが一層できた、また糊を貼ってまた貼るっていうのをひたすら繰り返すと、糊が固まった時にこの紙がバッシリあの固くなるのよ。はい、で土台ができる、うん、っていうので、例えばやけど紙粘土とかでさ、紙粘土で お面作るとちょっとなんかバリバリになる気あるやけど、まあ、粘土で最初に顔作るじゃん、キャラクターのこう凹凸、鼻はここで口はここでみたいな、でそれに対してのり貼り始めて、こう分かる、こう紙をこのテクニックやると形が自然と出来上がった状態でパコッと取れるよ、うん、うん、あ、でもこういう話やね。これこれこれ、あの半紙と、なん半紙と粘土でキリンを作ってみたみたいな、なんかまあこのここまでゴリゴリにやらないけど、まあこんな感じでちょっとモンスターは作れるよね。はい、でそれになんかあの市販のウィッグとかがひっついたりとか、わからんけど部分的に毛をひっつけるでも何でもいいけど、そういうのやるとか、こういうなんかシルクハットかぶせて装飾するとかね。で意外とやけどこういう土台、これこの最後のチュートリアルはそうやけどね、あの中に段ボールが入っちゃったりするのよ。そうだから、なんか全部が全部粘土で作らんでいき、中にあの靴の空箱とかあるじゃん。靴の空箱とかの上から粘土貼り始めて形をまず作って、で、どんどん紙で作っていくっていうやり方でもできるよ。だからなんか割と空洞を生かすのがすごい大切かな。で、これ着てみた？着はせんかった。これですか？うん。あ、自分で？うん。え、自分でとりあえず今着られない。そうやな。まあでもできると思います。着たら動くんかなと思って。まあ今はただ引っ張られる中に腕が通らんけどね。うん、OK。いや、動くと思います。はい。結構シンプル。うん。いいんじゃない？特に。これのビジョンとしては どんな感じのものを作りたいとかあるの？どれこの3個のキャラクターが今ポッて出てきちゃうじゃん。どれがお気に入り？はい、あの、猿。なんか最初はそのキングと
キングとあのシンガーとキッズの他に、まあ、その3人すごいキャラクターとして確立されてたんで、まあ、プラスでなんかサブじゃないけど、まあ、そういう感じでなんか本体この3体が、うん、をなんか作れたらいいかなと思ったんですけど、まあ、これこのやつのイメージが強すぎて、うんうん、バンバンバンってなっちゃうな。うん、1個でいいよ。うん、うん、だからこの猿っぽい感じをちょっと作って、手もさちょっと違和感あった方が可愛いじゃんこれ。なんかわけわからんぐらいちょっとなんか人間のサイズとはちょっと違う感じのでっかい手袋にするとか。感じかな。で足がグッてなったらいいよね。逆にその他でなんかシンガーこのここら辺以外のキャラクターはどうなった？前回、まあ、このキング、うん、まあ、このコントローラーとかは、まあ、ものがものっていうかそのもの自体があるので抜いて、うん、まあ、このロックも、まあ、ものがあるっていうか他にできるから、うん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 、この3体なんですよ、うん、ダイヤの山抜きで、でこの後ろのなんかガヤみたいなやつらをなんか3人ぐらい作りたいんですよ。でもガヤが目立っちゃったなと思って、